いつもいつもご視聴ありがとうございます。えー、1800回記念なので、えー、特にネタもなく、いつも通り来ます。相手は、ギャンブル要素がありますね。えー、こちらは、あの、ハズレサモンでいただいたロードロキを入れています。えー、全然育っていないです。はい、来まーす。 どうなりますかね <laughs> えー、青は、えー、初期版面としては数来てくれてますね。とりあえず、この青を近づけましょうか。で、持ってこの青、近づけた青を消しましょうか。 さらに、えー、青竜を作りましょう。あ、めっちゃいいですね。それでは、それでは、スキル発動順どうしましょうかね。えー、まずキリルで相手の防御力を下げて、えー、クランパスでこちら攻撃力を上げて、あーっと、 とキリルがしまったコスチューム側じゃなかった。間違えた。ま、あいっか。<laughs> そんなもんですよね。えー、では、では、誰のスキルを盗みましょうか。では、えー。<noise> で、もっと、 で、この状況で、スカジを使いまして。え、フロストダメージ1を稼げましたね。では、え、青龍を下ろしてくることを考えて、ここ行きまして。マリックナさん行っても面白かったかな。えでは、では、イの使ってもいいけど、ま、とりあえずランウェル倒しましょうか。 えではダメージ受けてるんでアイの使っときまして。で持って、えー、では、えー、盤面整えることを考えて、えー、ここ行きましょうか紫竜使っちゃいましょうか。 クランパスが効いてますね。挑発が効いてますね。えー、では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 、ヘインダールにマナを貯めさせることになりますが、ここ行きましょうか。では、えー、キリルで攻撃力を上げて、あわよくば、これでルンペルシュ倒したいな。はい、フロストダメージが2になりましたね。 えー、では、相手のヘインダールを刺激しないことだけを考えて、ここ行きましょうか。はい、ありがとうございました。えー、差し当たっては2000回を目指して、プレイを続けていきます。はい、ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。